おはようございます、これからですね、試合の方にというかスタジアムの方に向かいます。まあ、今日はホーム戦なのでね、試合前にみんなでカフェ取ってから、グラウンドの方に向かうという感じにはなります。今節僕正直結構気持ち入ってます。と自分の思いというか今抱えている問題を監督や監督たちとかねコーチに伝えて、こう自分の気持ちの中で一個なんかフックが外れた感じで、まずサッカー をプレーすることをしっかり楽しめて、自分の思い描いたいいプレーし自分の思い描いたプレーして、試合に勝てた時は、確実に1個抜け出せるんじゃないかなと思うし、1月のね、抱えたこのトンネルを抜け出すためには、まあ、今日の、プレーというか今日の試合どういうパフォーマンス出せるのか、どういう結果出せるのかっていうところに非常に大きく関わってくるんじゃないかなとは思ってます。週間含めて、思う通りなプレーはできてないのが本音ですけど、木曜日に話して、金曜日の時の練習では自分的にはこう一個か心が気持ち中が、軽くなった気分だったし、自分の持っているものをパーソナリティだよねを出してプレーできたかなとは思ってます。昨日はね、ハイキング行ったりとか、まあリフレッシュして自然とともにリフレッシュしていい時間が過ごせたので、今日しっかりとグラウンドでね、もうここグラウンドが全てだからグラウンドで示していけるように、頑張っていきたいなと思います。もうグラウンドで、結果出すのが仕事だし、もう多くの人がまた街を歩けばね声かけてくれるし、まあ、ありがたいよ本当にそういう環境は。だからまあその環境に甘えることなく自分がここで成長していくためにも今日は非常に大事なゲームかなと思います。まあ悔しい思いをこの1回1月してたので、ラストのこの1月のゲームで一回挽回して自分をしっかりと持って、自信持って、プレーしたいなと思います。もう全ては自分次第だと思うから、残りこの試合前の時間ありますけど、いい準備に当てて、そしていいプレーして、で試合の勝利につなげていきたいなと本気で思ってますので、まあしっかり頑張っていきたいなと思います。まあ今日これから12時から帰国なので、終わります。マジで気合入れて、勝ち点3目指して自分でもいいパフォーマンス出してね頑張ります。出ようが出まいが関係なく、出た時に最高のパフォーマンスですることだけを考えて準備したいと思います。まあ、そんな感じで今日の所存にしたいと思います。ではまた。こんにちは、セレナアカデミー代表の石田仁です。スペインカンタブリア地方で、プロサッカー選手として活動しております。このセレナアカデミーは町田発、本物を手に入れるためのサッカースクールです。選手のやる気スイッチオン保証します。スペインで現役プロサッカー選手の僕が直接指導します。ヨーロッパの本場でプレーするからこそ分かるノウハウを全力で伝えていきます。グラウンドトレーニングとオンライントレーニング、グラウンドでやったものをオンライントレーニングで振り返る最高の環境を整備してます。会場はデルビアプサルパーク、お待ちしてます。